本部から艦隊決戦作戦の決行ってメールが今のは冗談ですよ。それでは U37 が一曲をお届けいたします。って指揮官、何またボケっとしてるの。せっかく獣王の子にいいの教えてもらったのに、ちゃんと聞いててよ。そんじゃ改めてっと。閣下、明けましておめでとう。ああ、別に狩りに出るのではなく、お正月の母校の見回りをしているんだ。もちろん、私から手を挙げてやらせてもらったんだぞ。待ってたわ、指揮官。姉妹艦に勧められて獣王の着物っていうのを試してみたけど、着方が本当に複雑でね。とりあえずこんな感じでどうかしら。多分問題ないかも。この衣装、獣王の着物というものね。上質な素材で落ち着く着心地、それでいて色合いも上品。着付け、坊や、それはどういうことかしら。指揮官は海に入らないのですか？あ、タルキのことはいいです。実は昔海で流されたことがあって、その時はボークランにすごく笑われました。ですからタルキはこのままでいいですよ。やっぱり今日は水泳日和ね。あら、指揮官も泳ぎに来たの？それとも何か別の目的でもある？
そろそろ桜が咲く季節か。時の流れとは早いものだ。ご本、指揮官、どれ、我と一緒にお花見でも行かぬか。タイミングで来たじゃないか。今ちょうど戦闘終了したところだぜ。結果は？私の勝ちに決まっているだろう。どうだ、お前も私とやってみないか。らっしゃって、指揮官ちゃん。と言いたいところだけど、ちょっとトラブっちゃって。大丈夫大丈夫、なんとかするから。ミッションコンプリート。次はロングアイランドが進めてくれた新作だ。指揮官か、適当にくつろいでいくがいい。指揮官、はあ、ちょっとまだ着替えが終わっていないし、髪の毛も整っていないのに。すみません、少々お待ちいただけないでしょうか。指揮官の手助けになるなって自ら手を挙げたけど、この格好
んなに露出度が高いのが普通なの？少し閣下の近くにいたら、駆逐艦の妹たちとも、もっと…指揮官はもうお疲れですか？どんな…海でも、この格好…それではお客様、こちらに。ちょっと指揮官、肩を貸していただけますか？指揮官がもう私のペースについてきているのか。もっと私に甘えてちょうだい。もっと、もっと、もっと。指揮官なら、私が言葉に出さなくても分かってくれるよね。今私は誰のことを考えているかな？人間の戦争に美しさなど存在しない。最近はタルキュー、指揮官のことになるとどうしても今まで以上に考え込んでしまいまして。同期の仲間に会えないのは確かに。だがまだ半人前な後輩たちのためにもしっかりしないとな。理想はいいコンディション。次からも頼むよ。指揮官。